こんばんは、カサブランカです。夏の暑さも和らぎ、秋の気配が感じられる今日この頃。イベントも最終日となりましたが、リハビリに励んでいる私です。乗ってく戦車は、BT7 アート。昔、タダでもらった戦車で、榴弾をぶちかましていきます。ただ、ボトムマッチ。どこまで役に立てるかな？ちらっと敵の位置が映りましたが、ただのバグだと思います。さて、初動は定番の偵察ポジにでも行きますか。お、スチュアート先輩。一発目は彼にしましょうかね。そえ。29ダメかー。格上の正面はさすがに、きつそうですね。ちょいと下がって、一旦砂に切り替えてみます。DPM も単発も低いので、最初は様子見です。お、SU8 号くんが棒立ちですね。抜けるし、狙ってみます。197ダメージ、美味しい。榴弾が抜ける相手だと面白いです。ただ、ボトムなので、抜ける敵さんが少ないし、ちょいちょい嫌がらせをする感じで、今回はやってきますか。見たところ、敵さんは左に寄ってるので、逆の丘からすなります。走り回ってかく乱しても、味方さんが反応してくれない場合が多いので、ゆっくり天井を眺めていこうと思います。うんしょ、よっこら、セクロス。お、スチュアート先輩が走り回ってますね。敵の車線は切れているので、ゆっくり狙っていきます。見つかっても、敵さんは目の前で一生懸命なので、私はマイペースでまったり、榴弾を撃っていきますわ。わら。お、スチュアート先輩1台ダウン。あと、もう1台のスチュアート先輩も狙っていきましょう。その前に減ったんですな。横を向いたら、撃つ。昔の減ったんは、横もそこそこ硬くて、なかなか抜けなかったんだよな。ま、それはそれとして、美味しく撃っていきましょうか。そい。お、2代目のスチュアート先輩が絡んでいきましたね。でも、焦らない。私、ボトムですから、足手まといにならないように、こっからすなりますわ。わら。あの薄い側面に当たったのでしょぼダメ。さて、そろそろ重い腰を上げて、絡みに行きますか。スチュアート先輩、チワス。ってことでそい。まあまあかな。味方が、スチュアート先輩を倒してくれたので、あと1台ですが、線路向こうで間に合わないので、当たらなくてもいいや程度に。そい。ま、榴弾は、放物線を描くので、そりゃ当たらんわなってことで、試合終了です。火力が低かったので、あまり相手にしてもらえなかった悲しみを引きずりつつ、次の試合に移行します。この戦車は、トラピーの弟分。ティア6、重戦車。VK3001P です。重戦車のようなフォルムですが、れっきとした重戦車です。戦闘開始。さて、重戦車ですから、とりあえず左の丘に向かいます。敵さんは来てるかな？この斜面で頭出しして、敵の出方を見ます。お、敵さんも来てますね。快適で相打ち。この後、
どうなるかな。敵の後ろに駆逐戦車がいると厄介なんですがね。大丈夫かな。いきなり現れたから、とっさに撃ったけど、やはり来てましたね。さて、どっちを先に倒すかな。ここは車線が通ってなかったようですね。ただ、裏を取る動き。これは頭を使う人だな。この人から先に倒したい。軽くラグが入りましたが、車体を先に出す AMX 君。彼はまだ乗り慣れてない動き。ってことで、先に T34 を狙うことに、ここで決めました。一気に仕掛けて、早いとこ倒します。まあまあ削られましたが、とりあえずこちらは2台持っていかれたので、敵のもう1台も倒したいところ。はい、終わり。さて、ここからは上手い人のように、敵の裏に回ってペシペシしましょうかね。うまくいくかな?T150 じゃん。後ろから、添え。なんだかこの展開、上手い人になった気分。わら。あ、KV-1 じゃん。では、お尻に向かって。丘上で勝つと、こんなに楽なんだと思い知らされるな。上手い人が羨ましい。あそこにウルバリンの正体さんか。これはうまうましなくちゃ。下手に出ていくより、ヘルスも微妙だし、ここでスナッチ、プレッシャーをかけましょうかねー。あと1台。でも、ここからだと距離があるので、たどり着く前に終わっちゃうと思うし、ここでプレッシャーをかけてましょう。私がエイム置いてるの分かってるから、岩裏で頭出しして戦ってるようですね。これは出番はないな。わら。そんなこんなで、今回の毎日一生の報酬イベントは、解禁賞にて終わりました。こういうイベントは楽しいし、もっと増やしてほしいなぁ。では、今回はここまで。またね。